仮面ライダーシリーズ仮面ライダーウィザード仮面ライダーウィザードは2012年9月2日から2013年9月29日までテレビ朝日系列で毎週日曜8時8時30分に前後1 3話が放映された東映制作の特撮テレビドラマ作品および作中で主人公が変身するヒーローの名称キャッチコピーはさあショータイムだ 平成仮面ライダーシリーズ第14弾。シリーズとしては初めて魔法使いをテーマとしているが、これは前作、仮面、ライダーフォーゼがメカニカルな設定で変身するライダーであり、内容も SF 的な要素が強かったため、趣向を変えてファンタジー路線の極みのライダーを作る、という方針が取られたためである。前作、フーゼでは明るい主人構造が試行されていたのに対し、 本作品の主人公は仮面ライダーになる過程で絶望を乗り越えて力を手にしたという経験をしており、その後も戦いにおいてたびたび苦悩する描写が見られる。また敵側では異形の存在として生まれながら元となった人間の人格を受け継いでしまったものの苦しみも触れられ、他にも人としての心のあり方や力の使い方が語られるなど、 平成ライダーシリーズの初期で見られた要素も組み込まれている。本作品により、それまで使用されてきたパナソニックのバリカムに代わり、アーノルドリヒターの最大120コマのハイスピード対応型フル HD カメラ、アレクサを前編のメインカメラとして導入。以降、仮面ライダードライブまで使用された。仮面ライダー W 以降、 平成仮面ライダーシリーズ作品は9月初旬、開始翌年8月末終了という放送スタイルを取っていたが、本作品では自作、仮面ライダー鎧部、外務を10月初旬開始のスケジュールに変更する、都合上、放送期間を9月末まで延長している。またテレビシリーズは、第51話で、それまでのストーリーに一区切りをつけ、第52話、第53話は、 仮面ライダーウガから前作フォーゼまでの主役仮面ライダーや敵怪人が集結するストーリーとなっており仮面ライダーディケードの稼働やし仮面ライダーディケードや声のみではあるものの仮面ライダー電王の仮面ライダー電王ソードフォームもオリジナルのキャストで出演するこの特別編では放送開始に先駆けて鎧部外務のクズハコータ 仮面ライダー鎧部も特別出演している。放送形態に関しては、従来のシリーズと同じくには完結型の構成となっているが、本作品ではいくつか1話完結のエピソードが挿入されている。これに関して、パイロット監督の中澤章二郎は、第1話を1話完結で見せて、第2話への視聴意欲を芽生えさせようとした、木田さんと宇都宮さんの間で、 庭完結に関わらなくてもいいという認識もあったと語っている。本作品で脚本を担当した木田強氏によると、東日本大震災後の日本へのエールも込めて、今を受け入れ前に進むということをテーマにしているという。物語の舞台は現代の日本。新米刑事の大門林子が出動先で遭遇したのは見たこともない化け物だった。 拳銃も効かず、なす術もなく、追い詰められるリンコたちの前に、バイクに乗った一人の青年が飛び込んでくる。その青年は自らを、魔法使いだと名乗ると、炎をまとった戦士へと姿を変え、銀の銃弾と銀の刃を手に、化け物と戦い始めた。青年の名前は、ミサオシンハルト。半年前の日食の日、とある海岸で人知れず、行われた謎の儀式。 サバトで生き残ったことで、仮面ライダーウィザードへと変身する資格を得ており、恐るべき化け物ファントムと戦う日々を送っていた。ファントムは、ゲートと呼ばれる魔力を持った人間が絶望すること、生み出され、死んだゲートに成り代わり、日常に紛れ込む。そして新たなゲートへの襲撃を繰り返していた。ハルトは絶望の淵に追い込まれるゲートたちを、俺がお前の最後の希望だと励まし、 彼らを守り続ける。ファントムたちの目的とは何なのか。ハルトへ魔法使いの力を与えた白い魔法使いと記憶をなくした少女、小読みの正体とは。さらに、見え隠れする怪人物、ワイズマンの影へ。やがて、希望と絶望をめぐる戦いは激化していく。不液と、その一波魔法石の中の世界に召喚された仮面ライダーについては、 カキ及びリンク先を参照。クーガからフォーゼまでの13人は、レジェンドライダーリングによって召喚されたが、ウィザードとビースト、ヨロイブの3人は、レジェンドライダーリングとは、無関係に、石の中からの声に呼ばれて召喚された。なお、ビーストは、キマイラの力を失う前の時間から召喚されている。本作品における、ヒーローキャラクター仮面ライダーとは、 人間の絶望から生まれる怪物ファントムと戦う魔法使いである。彼ら自身も絶望の淵に立った経験を持ちながらも強い意志でファントムを精神の内側に封じ、その力をウィザードリングと呼ばれる指輪によって引き出して魔法を行使する。前作、仮面、ライダーホーゼがメカニカルなキャラクターであったので、東映の宇都宮高明プロデューサーが次は、 魔法使いにしましょうと提唱した。ただし、ハリー・ポッターシリーズのようなファンタジーではなく、都会に生きる魔法使いがイメージされていた。そのためスタッフは、街中で魔法を使うとどうなるか考察し、資料として、パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々などの映画を、視聴したこともあった。プレックスの小林大輔は、妻の実家の宝石屋で生活していた体験から、 作品のキーアイテムを指輪にすることを提案した。指輪玩具は女子向けという印象が強かったため、この発想には方々から懸念の声が上がったが、小林はまだ世の中に男の子用の指輪玩具がないだけで、これは世界で初めての男の子がつけてもおかしくない指輪玩具なんですと説得に回った。指輪をキーアイテムとすることは決まったが、リング部分には、 シルバーかゴールドくらいしか色が使えないので、それぞれの指輪の特徴を出すため宝石部分の形状について検討が重ねられた。アルファベットをモチーフとする案もあったが、順番通りに並ぶものでは、前作、ホーゼのキーアイテム、アストロスイッチと印象が被ってしまうため、仮面ライダーそのものの顔をモチーフとする方向性となった。そのためライダーのデザインは指輪と、 同時進行で、顔を、宝石やリングで構成するように早くから決まっていた。ただし、赤がルビー、青は、サファイアのように宝石の種類を全面に出すと、女ジ児ジ向けガングらしくなってしまうので、代わりに、フレーム、ウォーターなどの元素を当てはめている。指輪を装着していることから、パンチやチョップなど手を用いた攻撃は行わない、こととしている。ミサオマハルトが変身する、仮面ライダー。 ファントムからは指輪の魔法使いとも呼ばれる。日食の時に行われた魔法の儀式サバトに巻き込まれたゲートと呼ばれる魔力の高い人たちは次々と命を落としては精神世界アンダーワールドからファントムを生み出していった。ハルトもゲートの一人だったが強い意志でファントムのウィザードラゴンを自身のアンダーワールド内に抑え込むことに成功し一命を取り留めた。 そこを白い魔法使いに見出され、ウィザードライバーを与えられて、変身能力を得たのである。基本スタイルミサオ・マハルトが変身ベルト、ウィザードライバーのバックルにある、手形ハンドオーサーを左向きに変え、左手にはめた変身用ウィザードリングをかざし、さらに左手を任意の方向にかざすことで、その方向に魔法人が出現する。この魔法人の外縁部には、英語の大文字で、 魔なる力が宿りし石より出て、現世に大いなる力を表さんと書かれており、同様に、内縁部には小文字で、指輪に姫子竜の力を解放せよと記されている。魔法人がハルトの体に重なり、通過することで、仮面ライダーウィザードへの変身が完了する。強化スタイル新たに生成された変身リングを使用して変身する姿。 現実世界でウィザードラゴンの力の一部を解放したことで通常スタイルを上回る戦闘能力を発揮する。基本スタイルが頭部以外はシンプルなデザインだったため強化スタイルは派手になっている。マスクにはドラゴンの造形が盛り込まれ竜の髭が仮面ライダーの触覚エクスドラゴロットを形作っている。また機体のシグナルや両耳ブリリアントイヤーに 魔法石が埋め込まれ、強化された印象を強くしている。胸の造形は複雑化しており、ドラゴンの衣装、スカルキーラスが飾られている。両肩には、パワー制御のための封印石グランマジェスティを配置。そして全身を覆うコートは、黒から鮮やかな色へと変化している。インフィニティスタイルインフィニティウィザードリングを使用して、変身する、ウィザードの最強形態。 アンダーワールドに侵入したレギオンによって、ウィザードラゴンを倒され、魔法が使えなくなったミサオマハルトが暦を持って流した涙から、インフィニティ・ウィザードリングが生まれ、同時にウィザードラゴンも彼の心の強さによって復活したことで変身が可能となった。変身時に、ウィザードライバーから聞こえる呪文の映唱は、それまでの各スタイルの呪文を合わせたような、ヒースイフードを、 ボーザバビュードモーン。4元素の力を用いた基本スタイルや、ウィザードラゴンの力を借りていた強化スタイルとは異なり、ハルトとウィザードラゴン双方の魔力によって変身する形態である。魔力が結晶化したアダマントストーンを装甲としており、非常に高い防御力を誇る。また、全身を覆う銀色のインフィニティローブは、自らが放出した魔力を取り込んで各部の、 アダマントストーンに送り込む一種の永久機関となっている。テレビシリーズ以外の作品に登場する仮面ライダーウィザード仮面ライダーウィザードのウィザードリング仮面ライダーウィザードは魔力を秘めた指輪を腰のベルトウィザードライバーにかざすことで様々な魔法を行使する。これらは主に骨董店面影堂の主人である。 ワジマシュゲルが加工した魔法石と金属製のリングから構成されている。ただし、人の手で加工できることから強度は低い。変身リング左手の中指にはめて使用する指輪で、ウィザードを様々な形態に変身させる。角リングは、ウィザードの顔を模した形状をしている。魔法石部分は、可動式のバイザー・ウィザードネールによって保護されている。 魔法リングミニ手の中指にはめて使用する指輪で様々な魔法を発動させる。魔法石は主にオレンジ色をしているが、プラモンスター召喚用など例外もある。また、多くにドラゴンの図柄が描かれており、それぞれの魔法の効果を表している。仮面ライダーウィザードのビークルと巨大ファントム2頭をサムスケがビーストドライバーとビーストウィザードリングを使用して変身する仮面ライダー。 ビーストドライバーにリングを装填して回すことで、セット、オープンの音声とともに、バックルの扉、リベレーションドアが開き、魔法人が出現する。この魔法人の外輪部には、英文の大文字で、すべての精霊に命ずる。我との契約に従い、その大いなるパワーを解放せよ。内輪部には小文字で、偉大な力、陸、海、空、自然、四回の主席。 我が剣族と記されている。魔法人が2頭の体を通過することで変身が完了し、LION ライオーンの声が響く。ビーストの変身システムは科学ではなく魔法が反映していた過去の時代に作られたものであり、ファントムからはイニシエの魔法使いと呼ばれている。大学で考古学を専攻していた2頭は遺跡でビーストドライバーを発掘した際、 グールの群れに襲われた。ドライバーに宿ったビーストキマイラの指輪を使えという囁きに従った2頭は仮面ライダーへの変身能力と引き換えに倒したファントムの魔力を食らってビーストキマイラに与えるという契約を交わすことになった。この義務を怠れば2頭自身が命を落とすのである。ビーストは全身を黒い魔法いワイルドローブで覆い、 腕当てフロントフレットやスネアテリアフレットなど随所に金色の装甲をまとっている。左肩にあるライオンの頭部はビーストキマイラの力が具現化した V キマイラトーテムである。金色のマスクプレデトリーフードはライオンの縦髪を記号的にかたどっており、複眼シートラッカーは緑色をしている。仮面ライダービーストハイパーハイパーウィザードリングを 使用して変身するビーストの最強形態。リングをビーストドライバーにセットするとエネルギー体となったビーストキマイラが現れ背後からビーストを包みことで走行が装着されて強化変身が完了する。この時ビーストドライバーからはハイパーゴーハイ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 パーの声が響く。全身が青い魔法イハイペリオンローブで覆われ胸部走行は ビーストキマイラの頭部に似た形状のキマイラングシェルに変化している。複眼シーサーチャーの色は赤。額には近くを司るアンテナロッドキマイラウィスカーが備わっている。ビーストキマイラの力の一部を現実世界で解放したことで戦闘能力が格段に上昇している。専用武器のミラージュマグナムで遠距離戦をこなすほか、自在に伸縮する両腕の紐、 フリンジスリンガーを無知のように振るうことで接近戦でも活躍する。テレビシリーズ以外の作品に登場する仮面ライダービースト仮面ライダービーストのウィザードリング仮面ライダービーストは変身や特殊能力の発動に際して指輪を使用する。ビーストドライバーのリングスロットに装填することで指輪に込められた魔力が解放されそれぞれの魔法を行使できるのである。ビーストの指輪は 魔法が反映していた古代に作られたものであり、制作者などの詳細は不明となっている。ハイパーウィザードリングを除き、いずれの指輪も2頭オサムスケがビーストドライバーと共に遺跡で発掘したものである。一部の指輪は仮面ライダーウィザードも使用可能だが、ビースト使用時とは別の魔法が発動する。しかし、逆に、ウィザードの指輪をビーストが使用することは、 リングスロットと形状が合わないことからできない。仮面ライダービーストの巨大ファントム笛木奏でが白い魔法使いドライバーとチェンジウィザードリングを使用して変身した姿。不ェがドライバーに指輪をかざすとチェンジ、ナウという音声が響き魔法人が出現する。この魔法人の外輪部には英文の大文字で混沌の執行者よ姿なき者の力を捧げよ。我こそは イニシエの契約を顕在するものなり、内輪部には小文字で万物を司る力よ、私の意志と共に、あれと記されている。魔法人が、不液の体を通過することで、変身が完了する。人間が、魔法使いとなるには、自身の精神世界、アンダーワールドにファントムを宿す必要がある。物理学者の不液は、科学技術を用いて、人工的に、 ファントムカーバンクルを想像し、体内に取り込むことで魔法使いの資格を得た。同時にカーバンクルへの変貌も可能となり、二つの姿を使い分けて仮面ライダーウィザードとファントムの戦いを影から操った。全身を白い魔法イブライトローブで覆い、同様に白いマントエレメンタルケープを羽織っている。頭部にはリフレクションフードをかぶり、胸には 多数の指輪をはめ込んだ作上の魔装具、ラングチェーンをかけている。エクスプロージョンをはじめとする高度な魔法を使用するほか、格闘術にも長けている。その戦闘能力は、ウィザード・インフィニティスタイルと、ほぼ互角である。白い魔法使いのウィザード・リング白い魔法使いが使用する、ウィザード・リングは、形状が、ウィザードのものと類似しており、中には、同じ外観のものもある。これは、 両者の指輪を手掛けたのが、和島シゲルだからである。玩ングでは、同じ指輪を使用しても、ウィザードライバーと白い魔法使いドライバーとで、発せられる音声が異なる仕様となっている。テレビシリーズ以外の作品に登場する白い魔法使い、稲森真由、飯島譲る、山本正宏が変身ベルトと、明治ウィザードリングを使用して変身する仮面ライダー。ベルトに指輪をかざすと、 魔法人が出現し、各自の体と重なることで、チェンジ、ナウの音声と共に変身が完了する。マユは、双子の姉のミサをゲートとして誕生したメデューサに、立ち向かうため、内なるファントムを抑え込んで、白い魔法使いからドライバーとウィザードリングを与えられた。譲ると、山本もそれぞれ自分のファントムを抑え込んだものの、白い魔法使いに操られて、 サバトの儀式を実行するために働かされた。白い魔法使いの野望が継いえた後は、三人とも、自らの意志で人々を守るために戦うようになった。マスクアプレンティスフードは、魔法石の原石上である。肩の装甲、シールドスケールからは魔力を蓄えるための角上の、クリスタルが伸びており、左手は大きな鍵爪スクラッチネイルとなっている。腰から垂れた尻尾ドッジテールには、 背後の敵を捕捉する機能があるほか、スペシャルの魔法によって伸縮自在の無知となる。マスクやクリスタル状の部分の色は、各人が使用する、明治ウィザードリングの魔法石に対応しており、眉垣、譲るを山本が緑となっている。なお、色の違いによる能力の差はない。仮面ライダー明治のウィザードリング明治は、白い魔法使いによって生み出された存在であるため、 変身指輪以外は白い魔法使いのものと同様のリングを使用する。テレビシリーズ以外の作品に登場する仮面ライダーメイジ本作品の仮面ライダーは指にはめている指輪の力で魔法を行使するため指輪が傷つく可能性のあるパンチ技は原則的に使用しない。そのためパンチ力は測定不能であり公開されている値は推定上のものとされている。 魔法使いが刺激する使い魔。召喚時には、プラモデルのランナーのような魔法人モードに収納された状態で出現し、自動でパーツが合体した後にリングを装填することで起動する。与えられた魔力で動いているため、その魔力が切れるとリングを残して消滅する。プラモンスターたちは各部のパーツを組み替えて合体することが可能である。第11話では、 レッドガルーダイエロークラーケン、ブルーユニコーンが合体し、ガーゴイルに立ち向かった。また、第37話では、グリーングリフォンが、第45話では、バイオレットゴーレムが合体に加わっている。本作品における、敵怪人。絶望によって死亡したゲートから生ずる。己を生み出したゲートに、期待可能で、その生前の記憶も有してはいるが、人格は別となっている。 飲食は可能だが、味覚はない。ワイズマンをリーダーとした組織を構成し、ゲートとなる人間を絶望させて新たなファントムを増やそうと、それぞれ擬態しながら暗躍している。ただし、ファントムは、基本的に、個人主義者であるため、同族のファントムに対する仲間意識やメデューサのような、ワイズマンへの忠誠心を持つ者は、例外的であり、大部分は、ワイズマンの力が自分により、 上なので従っているだけである。ゲートを狙うのも、ワイズマンの命令だからであり、ファントム自身は仲間を増やすことに執着していない。幹部であるミサたちの監視下で、行動範囲は東京都内に限られているため、ゲートが都外に逃亡した場合は都内に戻ってくるまで、襲われることはない。絶望させずにゲートを死に追いやるのは、彼らにとって避けなければならないタブーとされており、故意に、 そのような行動を起こすイレギュラーなファントムは粛清の的になる運命である。現世に存在しているファントムはほとんどが人型であるがゲートのアンダーワールド内にのみ登場するファントムはおおむね巨大な魔物としての姿をしている。ファントムの名前は基本的に伝承に名を残す怪物たちと同様であるが伝承では女性であるバルキリーやアラクネが 男性として登場しているなどといったケースのように、必ずしもその特性を引き継いでいるわけではない。ウィザードやビーストラ魔法使いと敵対していたが、終盤にてワイズマンこと不駅によって踊らされていたことが判明する。前作まで二号ライダーを担当していた英徳は、別の現場での負傷により、本作品ではレギュラーを担当していない。従来とは異なり。 メインスタッフの多くがスーパー戦隊シリーズ作品の常連で占められている。サムライ戦隊シンケンジャー、海賊戦隊ゴーカイジャーの宇都宮隆明がライダー作品初の東映側チーフプロデューサーを担当。メインライターは仮面ライダー狂気以来の木田剛が担当したが、木田のスケジュールの都合上参加できる本数が限られていたため、仮面ライダーシリーズには初の参加となる。 カムラ・子との実質のダブルメイン体制となった。また52話、53話は、仮面ライダーディケード以来の相川のが担当した。パイロット監督には、宇都宮同様に、戦隊シリーズで活躍し、仮面ライダー秋葉でライダー作品の演出の経験を、持つ中澤翔二郎が登板。アクション監督には、中澤の推薦で、これまで、スーパー戦隊シリーズを選任してきた。 石垣博文がファントムの担当デザイナーにはかつて平成ウルトラマンシリーズ作品を主軸に活動してきた丸山博士が石森プロの田島秀樹からのお誘いで参加している。劇とも音楽については仮面ライダーディケード以降の常連であり、単独での参加は仮面ライダーオーズ、オーズ以来となる中川幸太郎が担当している。ディケード第28話から 仮面ライダー作品を担当してきたテレビ朝日川プロデューサー、元井健吾が人事堂のため本作品の第44話で降板。その後は佐々木はじめが獣電戦隊恐竜ジャーと、兼任で担当している。いずれも発売元は東映ビデオ。ありがとうございます。